クルド人のハミディエ騎兵。ハミディエは、オスマン帝国がアナトリア東部の治安維持のために、クルド人、トルコ人、トルクメン人、ヨリュク人などの遊牧民、反遊牧民を集めて結成した非正規の騎兵部隊。ハミディエという名は、1890年にこの部隊を設立したスルタンアブデュルハミと2世にちなむ。ハミディエは、ロシア帝国のコサック兵に繁を取ったもので、 ロシアとの衝突に備えて、ロシアとの国境地帯を警備することが目的であった。特に、ロシア領からオスマン領にかけては、アルメニア人が多く住み、アルメニア民族主義が燃え上がっていた。オスマン帝国は、東部のアルメニア人らがロシアに味方することを危惧しており、ハミディエは、アルメニア人に対する牽制や警戒を行い、その弾圧に乗り出すこととなる。 特に1894年から1896年にかけては、オスマン帝国とアルメニア人の間で暴力の応酬が起こり、ハミディエは多数のアルメニア人を虐殺して、西欧諸国からの避難を浴びた。青年トルコ人革命により1909年にアブデュルハミト2世が敗因されると、スルタンに個人的忠誠を誓う、非正規兵という時代遅れのハミディエは廃止されるが、 クルド人部隊を正規軍に編入すること、さらにそれを東部国境に置くことは、治安上の理由から避けられることになった。1912年からのバルカン戦争では、クルド人らによる景気兵の民兵隊が復活し、第一次世界大戦やトルコ革命などで戦うことになる。トルコ独立後は、トルコ軍などに散らばるハミディエ出身者は、アザリと呼ばれる。 秘密の組織を結成して、クルドの独立、トルコ共和国の世俗化への反感、イスラムの大義などをもとに結集し、1925年から1930年にかけて、トルコ政府に対して、シャイフ・サイードの反乱、アララトの反乱など一連のクルド人の反乱を起こすことになる。指導者のシャイフ・サイードは、イスラム神秘主義教団の一つ、ナクシュバンディ教団のシャイフであった。 ありがとうございます。